はい、皆さん、今日はですね、栃木県にあるキャンプ場にある温泉地にやってまいりましたので、今から入っていきたいと思います。では行ってみましょうっていう感じでですね、 YouTube に上げてもいいですか？はい、ありがとうございます有名みたいです。はい、こちら男湯です。私入れないからそっちは、はい、じゃあ誰かいないのを確認して、じゃあごゆっくり。はい、ではでは。誰もいないので、先ほど YouTube で上げていいという曲を許可をいただきましたので、あちらが露天風呂になってるかもしれないですね。こっちから行くのかな。お、これが露天風呂ですね。はい、そして露天風呂から見える景色は川のせせらぎを聞きながら温泉に入ることができますね。とても良さそうですね。はいはい、ミスターD、日頃の疲れをですね、温泉に使ってですね、はい、癒したいと思います。とてもですね、お湯はですねサラサラでですね、ぬるめで、僕はぬるいのが大好きなので、めちゃくちゃ最高です。わざわざ都心部からやってきた甲斐がありました。はい、では皆さんもこちらの方ですね、僕もスノーボードとかでよく行くんで、山の方、こっちの方とか福島の方とか行ったりするので、帰りに今後はね新たな発見をしたので、ここを使っていきたいかなって思います。では、このまましばらくちょっと使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、こちらが宇宙になります。宇宙からもね、これ見えますか？外が見えるんですよ、窓ガラスになって、すごくいいですね、これね。ちょっと宇宙は暑いかなって感じですけれど、まあ外でね冷えた、ぬるい外がちょっと冷えた時には、最後ここに入ってから出るのがいいんじゃないかなと思います。ではでは。新緑がすごいですね。ものすごく風が気持ちいいです。今日は湿度もなく、とてもいいとこです。今度はスノーボードの帰りに来てみたいと思います。